南号13丁目の駅に着きました。これ一番出口です。一番出口のすぐ。なんかね、食べログしたら136メートルで帰ったんだけど、どう見てもなんか5メートルぐらいしかなかった。めちゃめちゃ近くに、ありがとう。表屋に来てます。好像要超好超。改めましてこちらが南郷13丁目から徒歩10秒、ね、表屋さんでございます。最近ですね、ランチの営業をお休みさせていただいているということですね。店内はこんな感じになっております。かなりね、落ち着けるいい空間でありますね。灰皿もありまして、タバコも整理になっております。飲み物の値段はこんな感じ、飲み放題もちゃんとありました。はい、というわけで乾杯をして早速注文していこうかなと思います。セロリアンダルマサバというやつを頼んでました。よし、いただきます。うん、8割以上セロリの味、めっちゃうまい、本当に。一ついただいてみます。ちょっと気持ちよい、ちょっとどうなんだろう。あ、いやでもこれだけで食える感じだよ。食べて食ってみる。どうなんだろう、違う、まあ、食っても全然まずかないよ。ちょっとじゃあ一つずついってみます。あ、わさびをね、ちょっといいですか。まず身の方からいきます。やだ、テイスト。うん、うめえ。うん、肝すげえうまい、マジで。全然くさんない、ムカツプリダムのテンションだね。いただきます。一度続けて、一度続けて、こっちの使いよいしょ、です。あった、うめえ、うわっぽくて、めっぽくごかい。名古屋コーチのラムシン、いただきます。ちょっと取ってみる。多分出してる、こっちが多分ごま油とかね。こっちでいきます。これはあ、ニンニク混ぜちゃっていいですか。はい、どうぞ。ヤス、名古屋コーチのラムシン、うまい、めっちゃうまい、本当にうまい。これ続いてセセリポン酢、セセリポン酢、はい、じゃあセセリポン酢やろう。食べてみます。セセリポン酢です。いや、ほんとはさ、あ、間違いないわ、うまい。ブリカマいきましたね。これブリカマ、そこ醤油かけてもいいですか。大変です。ちょっとじゃあこれにね、ちょっとかけて。お前めちゃめちゃうまそうじゃないですか。あのさ、めちゃめちゃゆっくり、ちょっと、ね、あ、めっちゃ柔らかい、めっちゃ柔らかい。この給料払っても払えないかもしれないけど、うまく殺したらでも一回やるじゃないですか。よしよしよし、じゃあちょっといただいてみます。あ、いいかも。フリーダムね、うん、間違いないわ。もう噛み取れないこれ。ふっかふか。ふかふかって合ってるのか分かんないけど、ふっかふか。最高。ゆっくりね。めっちゃうめえ。ちょっと。せっかく寒いから熱かまるね。うめえわ、マジうめえこれ。はい、というわけで表屋さんでした。まあね、なかなか安くてね、非常に美味しかったので、すごいまた来たいなと思います。なかなかね、南郷にね、あのわざわざ来るってことはないんですけれども、僕ら住んでるとこ違うので。だからやっぱこちらの方に住む方々がね、聖地というのは分かりますね。このなかなかね、周りにね、そんなにたくさん居酒屋などがあるわけではないので、ここがすごく重宝されてる理由が非常に分かりましたね。というわけで今回は南郷通り13丁目の表屋さんの紹介でした。というわけで See you! バイバイ。南洋玉80名、ついに亀山にチャンスが入る。来た、
ウーピンを切って E 数待ち高めのウーピンが出ればトライ1を絡めて花山まである。逆転トップも可能だって。ウーピン切りしたのは山山だが、問題はトイメンのリーチ。果たしてウーピンが通るかどうか。かなり危うい。その点にゃんピン切りなら安全。現物だ。中伸びだけの安手となるが、とりあえず天杯に向けられる。振ってしまえばそこで全てが終わってしまうんだ。ここで無理はできない。第一天杯に受けられるんで再確保はできる。ここは固く。登録すれば助かるのに。何お前麻雀がわかるのか。いや、全然。ただ、今、気配が死んでいた。あんたはただ怯えている。あの、聞いたいこと言い方、しかし、奴の言う通りだ。この手がどうしてリャンピン切りなんだ。こんな発想したら決してトップ取れない慈悲し。俺が今やってるのは爆死だ。危ない足一本当たらないだ、この正気があるか。通った。その時、全くノーバーグの下茶が、なんかいろいろあって、第一ピン。登録だ。あ、カクチャンや、サッフォー。エヴァチマチ。